姫路の里商店街は、姫路市北の町から梅ヶ江町、伊徳寺町、大野町、野里寺町、加治町をへかけての商店街である。お夏、青十郎祭り姫路城から500メートルほど北東へ行ったところにあり、町割りは古く池田照正の時代にまで遡る。かつては野里街道と呼ばれ、行くのから姫路市街地、鹿間港までの主要な交通網となっていた。 現在は隣に野沢都新道が通る。観光施設はないが、商店の中には特別店を開くなどしている店舗がある。歴史的には、姫路城下が整備される前からの人口集積地でもあり、古くから賑わっていた地域であったため、近代以降も姫路藩の城下町から外れた庶民の町として、晩州地方全体、果ては豊岡などからも人が来るほどの賑わいで、 梅ヶえ町には遊郭があり、3と8のつく日には、夜店が商店街の端から端まで並んでいたほどだったが、高度経済成長期をピークに1980年代後半頃から、駅前や郊外に進出してきたスーパーや家電量販店に押され始めそれに車社会の到来が重なったために徐々に衰退していくこととなった。現在は1キロメートルほどの通りの中に、 営業している店舗が約100店舗あるが、閉店した店舗は下田屋となったり、取り壊して普通の住宅として再建されることが多いが、中には店舗を畳むと同時に引っ越しそのまま無人化、最終的に取り壊される店舗もある。2000年代に入ってから街づくりの組織ができた。太平洋戦争中に二度姫路市街地を襲った姫路空襲の被害に遭わなかったため、 戦前や中には、江戸時代から立つ古い民家が多数存在し、歴史的な古文書、遺物が発見される可能性がある。また、虫かご窓の形一つにしてもいろいろ内装が見て取れ、姫路の古い建築の構造がよくわかる。毎年6月5日には、梅ヶ江町日吉神社で勝負祭りが、8月9日には、大野町南部の里寺町北部にかけて、お夏、 青十郎祭りが開かれる。明珍日橋の工房もこの通りにある。新木橋国立病院前経由を野里門、河館町、慶雲寺前、井出井、梅ヶ江町のいずれかで下車、東へすぐ。ありがとうございます。